皆さんこんにちは、ブティック社です。今回はスナップの付け方をご紹介します。ボタンホールを開ける必要がないスナップは、洋服はもちろんポーチなどの小物にも手軽に取り付けられるのが便利です。今回は綺麗に仕上がるスナップの付け方をご紹介します。必要なものはこちら、縫い針、ピンクッション、手縫い糸、糸切りハサミ、チャコペン、スナップです。それでは始めていきましょう。スナップは出っ張りのある方とへこんでいる方の2つで1組です。上が真上から見た写真、下が横から見た写真です。凹凸があるのがわかります。重なる方の上側は出っ張りのある方、下側はへこんでいる方をつけるのが一般的です。最初に凸側をつけていきます。はじめに針の準備をします。針に糸を通して糸端に玉結びをしましょう。今回は一本取りで用意します。付け位置にチャコペンで十字に印をつけましょう。十字の印にバッテンを描くように布地をすくって糸を渡します。付け位置の中心に置きます。この時、出っ張りのある方を上にしておきましょう。穴の外側から穴に向かって針を通します。この時、糸を全部引き抜く前にできた輪に、下から上に向かって針をくぐらせます。針をくぐらせたら、画面の青い丸の糸を持ちます。ここからがポイントです。持った糸を斜め上に引いていきます。糸を引き締める直前で引く方向を斜め上から下に移動して最後まで引き締めて結び玉を作っていきます。こうすることで穴の外側に整列する綺麗な結び玉ができます。写真の左側は先ほどご紹介した方法で3回かがりました。右側は糸を引く方向を真上にして3回かがりました。左側の方が結び玉が整列してきれいに仕上がっています。今回は1つの穴を3回かがります。1回目は穴の左側、2回目は中央、3回目は右側を意識してかがっていくと、糸が整列してきれいに仕上がります。穴は反時計回りにかがっていきます。一つ目の穴をかがり終えたら、三つ目の結び玉のすぐそばに針を刺し、隣の穴の外側に針を出して糸を引きます。穴の中に針を通し、先ほどと同じように結び玉を作っていきます。
1回目の穴と同様に、穴の左側、中央、右側の順にかがっていきます。すべての穴をかがっていきます。穴をかがり終えたら、結び玉のすぐそばに針を入れて、少し離れたところに針を出します。ここで玉留めをします。玉留めをしたすぐそばに針を入れて、少し離れたところから針を出します。玉留めをしたところの布地をしっかりと指で押さえて糸をキュッと引き、玉留めの玉部分を布地の間に引き入れたら、糸を根元でカットします。これで凸側がつけられました。大側もつけていきます。大側は表裏がわかりにくいので、つける前によく確認しましょう。凸側と同じように、十字の印にバッテンを描くように、布地をすくって糸を渡します。凸側と同じ手順で結び玉を作りながらかがっていきます。穴の左側、中央、右側の順にかがっていきます。反時計回りに順番に穴をかがります。
かがり終えたら最後に玉留めをします。大側がつけられました。これで完成です。今回は綺麗に縫えるソーイングの基本からスナップの付け方をご紹介しました。綺麗に仕上がる部分縫いなどを分かりやすい写真付きで解説しています。気になった方はぜひ概要欄の本のご紹介をご覧ください。これからもブティック社の動画では手作りに役立つ作り方や縫い方などを解説していきますので、お楽しみに。